リオモベルマーレレーシングチームは神奈川県の湘南地区を拠点として活動している自転車ロードレースのチームである湘南ベルマーレスポーツクラブとは提携関係にあるコムレードジャイアントチームコムレードとして活動してきたコムレードがプロサッカー J リーグのクラブである湘南ベルマーレと提携しチーム名を解消した2010年の試験運用期間を経て 2011年より本格始動。チーム運営は引き続き、コムレードが行う。2015年に、ロジャースレーシングチームと合併、新たに、レモネード社をスポンサーに迎え、レモネードベルマーレレーシングチームとして活動することとなった。2016年、メインスポンサーレモネード社の社名変更に伴い、チーム名を、リオモベルマーレレーシングチームに変更した。 2017年7月30日、J プロツアー第13戦、焼いた片岡ロードレースにて、横塚選手及びチームにとって初となる J プロツアー優勝を飾った。ロジャースレーシングチームと合併し、宮沢隆史を監督に迎えた新体制となった。宮沢は2014年に現役を引退したが、レース中の選手の動きを査定するために、プレイングマネージャーとして、 レースにも参戦する。チームコムレードが湘南ベルマーレに名称変更地域密着型チームに生まれ変わる。シクロワイヤード。2016年12月2日閲覧。湘南ベルマーレがチーム名変更。リオもベルマーレレーシングチームに CYCLESPORTS.JP ベルマーレ横塚公平が初優勝。J プロツアー第13戦。焼いた。 カ岡オカロードレースサイクリスト、新チーム、レモネードベルマーレ監督に、宮沢隆史が就任ユニークな報奨金制度の導入で、選手育成。シクロワイヤード。2015年3月26日閲覧。ありがとうございます。